チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、監督です。こんにちは、ヒロさんです。はい、どうも。どうも。はい、やってきました。はい、こんにちは。秋の記録会、はい、やってきましたね。と言ってもですね、はい、今日2日目なんです。ですね、もうすでに走、はい、1日目走ってるっていう、はい、実はもう1日目が終わってるんです、皆さん、はい、そちらの結果も見せながらというか、出た選手はね、まああなたも含めて出た選手がいますの で、はい、そちらの結果報告も含めて、まあもちろんこの後お送りするんですけども、今日は2日目、王さんと岡ちゃんと200m があるということで、はい、今もうレース直前です、はい、ピリピリします、ピリピリします、はい、なのにこんなところで僕たちはベラベラ喋ってると、すいません、出ました、はい、申し訳ないです、はい、ということで、まあ、今ウォーミングアップを見てたんですけども、まあ、なかなかいい仕上がりを見せてるし、まあ、200m に向けて その組み立てというかレースの組み立ても、それぞれが、ね、イメージできてると思うんで、楽しみにしてもらえればなと思いますし、今からね、ウォーミングアップの動画から早速見てもらうので、はい、そちらも学びにもなると思うので、ぜひ楽しみにしてください。はい、早速、秋の記録会、やっていきましょう。やっていきましょう、ちょっと問題を見てみて。えい、えい。はい、では早速ですね、1日目の男子 100m の筋肉探検隊ヒロさんの 100m のレースから見ていきましょう。まあ、ヒロさんはですね、試合の前にですね、腰を痛めたりと結構アクシデントがあったんですけども、どんな走りをするでしょうか。1レーンです。お、スタートはいつも通りいいで、体が起きたところで前に出られる。さあ、ここで自分の足ができるか。あーっと、ちょっと砂漠位置が低いですね。ちょっと力んで地面を押しすぎてしまったか。いやー、失敗レースでした。では、次、王さんですね。8レーン。王さんはね、もうしっかりと調整してね、動きも最近はいい動きをしてましたよ。お、前回よりは格段にいい動きをしてしっかりと冷静に走ってますね。さあ、気になるところですけども、タイムを見ていきましょうか。で、王さん、このタイム、実はセカンドベストです。おめでとうございます。そして、筋肉野郎はですね、まあ、ちょっと、失敗レースで、本当だと、力的には11秒3前後で走れる力があったんじゃないかなと思います。そして、岡ちゃんがまた、なんと、社会人ベストを更新いたしました。素晴らしい。では、早速ね、200メートルのですね、ウォーミングアップから見ていきましょう。コーナー SD をしているとこ。で、今この動きだとちょっと早めに体が起きすぎてしまって、力でね進んでいこうという動きがあったので、修正させてですね、じっくり加速していくこと、そして肩の位置を落としてスムーズに腕振りながらタイミングを合わせていくことを指示しました。見事に修正できていると思います。で、王さんはですね、もう調子もいいですし、自分の中での組み立て、うん、走りの中のレースプランもしっかりと組み立てられているので、問題なくね、自分でしっかり確認しながらアップしていっていますね。もうほぼほぼね、もう言うことないです。まあ、フィジカル的なこととか、しっかりと動きを変えなきゃいけないところに関しては、これからの練習でね、また動画にもしますので、ぜひそちらも楽しみにしていってください。はい、では次はですね、高校生、実はですね、福井県の新人戦も並行して行われていて、そこちらの女子の 200m の決勝の模様でございます。はい、まあ、パッと見ですね、右から4番目の北陸高校の選手がですね、ものすごくスピードがあってですね、ダイナミックな走りをしてコーナーを駆け抜けてるのかなと思います。そしてコーナーを走ってる時にですね、肩がうまくあまり上がらずにですね、うまく直線に向けてスピードを上げれたためにですね、最後までしっかりと腕振ってですね、走り切れているのかなという印象でした。でしっかりスピード乗せたのが、ああやって維持できると 200m はあえてタイムが出るね。結局ガチガチ力入れてスピード上げるのと、やっぱリラックスしてコーナー走っていくのでは全然違うし、あんだけいいスピードで走ってきて直線も乱れず走れれば勝てるよねっていう、そこら辺踏まえてね、また高校生とか一般見てもらえれば200は楽しいんじゃない。あのスピード感は果たして無理して出してるのか、それともこうコントロールしながらうまく出してるのかっていうところにね、はい、注目してもらえる。トップ選手は結構そこがうまい、うん、でスピードコントロールをうまくこう使ってコーナー抜け走ってくるから、最後まで高いスピードレベルで走れるっていうのが、やっぱトップ選手になればなるほどそこはすごくできるかなっていう、そこ解説してもらえるとまた楽しみ方が変わりますね。そうだね、だ
の子速いなとかじゃなくて、はい、あけど肩ガチガチで前半走ってスピード上がってるからあれ潰れるかもしれないとかね、こう自分の中でこう予想立てられながら、はい、あの見れるとまた面白いかな、まあ、一瞬で終わっちゃうからね事前にいろいろそうそうだから予選とか準決勝とか見ながら、はい、あこの子ってこういう組み立て方するんだなとか、あのあこういう風な感じであのレース組み立てるなら決勝も楽しみだなとか、そういうのもなってくるともっと陸上って面白い。なるほど、楽しみ方はこんな感じです。 200m ありがとうございます、はいはい、次はですね高校男子 200m の決勝の模様をお送りいたします。左から4番目のですね鶴ヶ高校の選手がですねちょっと頭抜けてるのかなという印象ですね。うん、まあもうねそれだけちょっとレベルが高いですよね。ゆったりとした大きいフォームでそのままコーナーは楽に走ってきて直線入ってきてしっかりと上半身もうまく使ってですねスピード維持していくと、まあ、最後ちょっとここでね肩がね力入って横ぶれして記録狙いに行ってちょっとだけもったいなかったなっていう印象ありました、ね、慌てて、ね、しっかりと重心崩しながらけどあの 焦ってしまうと重心崩してる分やっぱり負荷がすごくかかってしまうから、はい、そこで焦るとエネルギー使うんだけど焦らずにしかももともと持ってるバネがあるし、はい、あの長さがあるから足の長さ剣の長さバネがあるからある程度こう踏みながら落ち着いて着地していく、うん、コーナー抜けからコーナー抜けじゃない水濠ぐらいからシューッとスピードを乗ってきて最後粘っていったっていうかあちょっと最後の方ちょっと肩に力入って上半身の動きが異様に硬くなった部分があるのでもっとスムーズにそうやって来れるようになってくると多分彼の力なら216とか真ん中ぐらいは走るんじゃないかなって。これからが楽しみですね彼もね。で結構割とついていってた北陸の子かな。そうですね、早かったですね、うん、もう結構頑張ってついていってスピードも速かったんで、はい、あの小池くん次は男子 200m 競走決勝の選手権です。なかなか面白かったですね。追い風 1.3 メートルで行われました。はい、では高校生がね頑張ったんなら大人も頑張らなあかんでしょうということですね。早速岡ちゃんの一人ぼっちの 200m のレースから、ご覧ください。うん、もうねプラン通りというか、うん、しっかり組み立てできてますよね。肩の位置も上がってないですししっかりと徐々にスピードを上げていってコーナー抜けまでスピードを上げていってそのまま、最後の直線も頑張ると。で、まあ、ここからはね練習あんまりしてないので後半のね練習はあんまりしてないのでちょっと動かなくなるのは想定してたんですけども、うん、上出来なんじゃないでしょうか。素晴らしかったと思います。はい、お疲れ様。はい、はい、次、はい、王さんね、大学生に囲まれてというかですね大学生2人に、追いかけられる展開で、5レーンに赤いユニフォームを着ているのが王さんでございます。まあね、前回24秒93ぐらいで走っているのでどれぐらいのタイムが出るのか前回より調子は確実にいいですから、まあ、どれぐらいのタイムで走るのかっていうところですよね。おー、まあ前半からの加速の仕方に関してはもう大学生より上手でしたね。まあ力はねある力の差はあるのでここからグーっていかれてしまいますけどもしっかりと乗っていってここからね意識せずにどれだけしっかりとタイミング合わせられるかということですね。あんまり力入ってしまうと上と下が分離してしまって力が伝わらないんですけども最後まで、はい、まあなんか走るの見ててもさなんか全体的にこれはまとまってるかなと思った。本当ですか。なんかもうコーナー明けからわちゃわちゃし始めた感が強くて。そうそう、俺コーナー明け見ててもまとまってた。残りの50はちょっとさすがに、けど、まあもう若手だであれはいいけど全体的にあでも落ち着いて、出る前の恐怖よりは出てからの方が落ち着いて落ち着いてたし、組み立てれたってかなって気はします。うん、まとまってたし 俺が思うほど総崩れはしてなかった。なんか本数重ねればもうちょっとちゃんと走れるかなって。うん、なんかそんな感じでした。まあいい目安にはなったけど、はい、あ、こんなもんか。スピードは結構出せた感じだった。そうですね、なんか100より出し切った感もあります。ああ、そうなんや。なんか乗れたかな。うん、コーナー抜けは乗れてたって。乗れてたかな。いいで、風も追ってたよちょっと。
でもそのコーナーまでの向かい、あ、ちょっと向かったんだもん。強いの？めっちゃ強かった。こんな感じですよ。あ、そうなんや。体幹、走った時の体幹こんな感じ。あ、そうなんや。じゃ結構まあまあ強いですね。なんか走りの内容的にタイム出てないなと思ったけど、コーナーが向かってる。結構向かってて、なんかすごい思ったより浮いたなっていう感じで。もう俺らスタンドあれだったよね。なんか全然風もそういうぐらいで、そうですね、いい感じかなって思って、吹き流しもまあ条件、うん、なんか尾崎さんマイナス1やった0.1やったじゃん、うんうん、いや絶対もっと引いてたよねっていう。あ、へえ、そうなんや。全然下ギュンギュンやったみたいな。なんかそういうのあるですね。そういうのあるよな。もうちょっと今年はスプリントもうちょっと頑張って積んでやって、うん、行けるとこまで行ってっていうところを聞いたらです。どうでした？走ってる感覚としてはね、結構良かったと思って、はい、走り終わった感覚とすると、ちょっともう、ハムより前のものが軽いし、あ、ちょっと肩周りもちょっとしてて、ちょっと力みを感じた。けど、まあ、200で、やっぱ人がいたで、背負う人がいたで、そうです、今回は。その分、力も入ったから、まあ、それも別にいいんやけど、まあ、まあ、全体的に見てて、タイムは出たなっていう印象があったりとか、まあ、走りの内容的に見てて、まあ、力みなど含めて。あ、なんかこう、あんまりそのタイムが出てなかったけど、俺的にもう、あれ、なんでこの前のスーッとなんか、まだあと200いけますねみたいな感じでゴールするのとは違う。今日もう出し切って最後。前回がかなり疲れたよ。もうだ止まったもんな、足が。だからそれだけちゃんと出し切ってたし、それで競ってたね、ちゃんと。それを追いかけてたね。あ、これ多分出たなと思って、出てなかったので。結構、さっき聞いたけど、コーナー向かってたみたいな。向かってたな。俺のスタンドは全然感じなかったで。そのちょっと200ってね、難しいところがあって、コーナーの風っていうのは全然表現してくれないから、そうね、そう、だからそこでもしかしたらうまく、形としてっていうか、流れはすごい良かったね、うん、まあ、そこら辺がちょっとうまく乗れなかった原因かもしれないし、ね、うん、まあそうだね、まあ、走り的に変わったかどうか分からんけど、まあ、気持ち的にも、ちょっとあのコーナー明けまではいかんけど、うん、あのバトンゾーン入りぐらいの時に、ちょっと中だるみ的なものが一瞬あったのは。ああ、ちょっと動き的に切り返そうと思った時に一瞬なんかちょっと力がふわっと抜けて、そこからまた入り直した感じが、まあ、それが動きに似てるかどうか、でも見てても全然わからなかったけど、そこぐらいかなっていう感じないんだよ。後ろ内側から刺された時ってどんな感じやった？内側から刺されて、俺これついていかなあかんなとか、いや、あんまり逆に気にせんとこうと思って、そう、1人目に抜かれた時、2人目の時はここはちょっと見たさすがに割といいところでいるでって思う。走りを細かく見るとやっぱりそのリラックス100よりしてる分、やっぱ反発的なものはやっぱ少なくて、でこう特にこうずっと流れていきながらこう前後で動かすっていう走り方で、まあ、100m 走った時にもっとこうもらっていくもらっていくっていう動きがもっと大げさに出てきたら 200m でもっと楽に走っても今より数段出るっていう感じになってくるし、まあ、23で走った方がちょうどこう走ってこう抜いていくとになって、やっぱり動かし方があって全然反発のもらい方が違うんで、あの頃は早く動かさないとそんなに進むとか、やっぱそこら辺になってくるかなっていうところかな。重心移動はもう動線で、あとはそこにどれだけ力を入れるか。俺2人とも内容が良かったと思って、ヒロさんも、まあ、まあ皆さんちょっと悪いけど、けどまあしっかりと持って帰るものがあるから。そうですね、うん、宿題はいただいたんで、そうそう、何もなくてもう何をやったかもわからなくて、何すればいいかわからんで帰るよりは、はい、うん、確実に何かをしなきゃいけないねっていうのが明確になったので、はい、すごくまあ、収穫ですね。まあ、そうやってね、あの試合っていうのはこなしていくもので、あの疲れた、あ、早かった、遅かったじゃなくて、こうやってあの振り返りながら次につなげていくってことをしっかりと何回もやっていけば、あのどんどん、ね、競技力が高まっていくことになるんじゃないかなと思います。皆さんもぜひそういう風に試合をあのただ頑張るだけではなくて考えながら、ね、あのこなしていってほしいなと思います。では次が皆さん、まいちゃんの10月4日 の秋のマスターズ記録会というのが特別に開いてもらえるというありがたい記録会がありますので、そちらでね、あのどれだけどんな走りができるかというのをまた楽しみにしてもらえればなと。また練習も動画にするんで、ぜひそちらも見てください。では、今日はダウンしてまいりましょう。はい、ご苦労さまでした。お願いします。